またレーズ暗殺集団は、ロバート・ラドラムが1979年に発表した小説である。アメリカでは軍の将軍が、ソ連では原子力の学者が殺された。ここで両政府に緊張が走るが、それはなんとか無事に収まった。この事件から何日か経ったある日、KGB エージェントであるタレニエコフのところに一人の子供がやってくる。その子供の話によれば、 ある大物が彼を呼んでいるというのだ。そしてその子について言った、彼は驚いた。死んだと思われていた大物スパイが死にかけた状態ながらも生きていたのである。するとこの大物スパイが語り始める。それまで各国で行われてきた暗殺のほとんどがマタレーズという暗殺集団によって行われていることをタレニエコフは知る。そして大物スパイはさらに驚くべきことを言った。 その暗殺はすべて各国の政府が依頼していたというのだ。タレニエコフは半信半疑ながら彼になぜ今そのことを話すのかと尋ねた。またレーズが半世紀の時を経て再び復活したのだ。しかも独自の活動を始めたのだ。目的はわからない。しかしこのままでは世界が危ない。アメリカに腕の立つ奴が一人いる。そいつと一緒に 世界の崩壊を止めるのだ。と大物スパイはこう答えた。そして最後に答えは殺し家にあるかもしれん。と言い、亡くなっていった。タレニエコフはまだ半信半疑ではあったが、彼の目が嘘を言っていなかったのは分かっていた。そしてタレニエコフはアメリカにいる宿敵である CIA エージェントに協力してもらうために会いに行くのであった。またレーズ暗殺集団は、 映画化されることになった。監督はデイビッド・クローネンバーグ。CIA エージェント役にはデンゼル・ワシントンが決定している。また KGB のエージェント役としてトム・クルーズと交渉している。ありがとうございます。